今日はネオさんについて説明します。ネオさんは基準値成人の男性で 4.0 から7.0 ミリグラムパーデシリットル、女性で 3.0 から 5.5 ミリグラムパーデシリットルとなります。で、ネオさんは核酸の構成成分であるプリン体の最終代謝、あ、最終産物ですね。で、尿酸から、腎臓のですね、糸球体でろ過され、尿酸自体はろ過されて、ほとんどが筋尿細管というところで一般的に再吸収されて、一部が栄尿細管で分泌されて尿中に排除されるという形になります。で、尿酸の、生成の、基盤であるプリン体っていうのは、食べ物とか、あとタンパクですね、核酸タンパクの崩壊から得られるんですね。で、これが肝臓、骨髄、筋肉で尿酸が生成されます。で、透析患者さんでは尿酸は高値を、示すことが多い割にですね、痛風の、発作を起こしにくいのが特徴です。で、高尿酸血症ってどれぐらいなのかなって、もうこれそのままなんですが、男性の場合 7.7、これを超えた場合に高尿酸血症、女性だったら 5.5 を超えた場合に高尿酸血症になって、症状としては、尿酸ナトリウム、痛風ですね、尿酸ナトリウムの結晶が関節とか、足の、母趾関節とかに沈着して、結節を形成して炎症とかを起こすんです。中足指関節にも後発します。で、原因としては尿酸排除の低下ですね。腎機能が低下していると、尿酸のその値を、排除する、おしっことして排除できなくなっちゃう。で、透析患者さんの多くでそのため高値になります。で、薬剤、あとは利尿薬を使うことによっても、尿酸の排除が低下されるとされていますね。あとは尿酸が過剰に生成されるような状況ですね。プリン体を多く含む食べ物ですね。プリン体って何っていうところなんですが、体内で分解されてできる燃えかすなんですけど、さっき言ったようなことですね。なんで、核酸の構成成分も実はプリン体なんですね。だから核酸が含まれている細胞の中に核酸って存在しているんですよ。サブって、こういう核酸があって、これによって、これ中にあるんですよ。だから例えば分かりやすく言うと、卵類ですね、それはプリン体が多い、核酸が多い。カズノコとかイクラとかタラコとかいっぱい、あれ核酸あります。で、イクラとかだったらこれぐらいの大きさですね、あれ1個の核酸って。でも受精卵でもタラコとかもう大量ですね。もうからし明太子なんて超入ってるんですよ。こういっぱいある、その分プリン体が多いって考えていいと思いますね。で、これがいろんなところに沈着してしまう、そういったところですね。で、あとは、果物とか、あとアルコール性飲料の過剰に摂ったら、アルコールにもプリン体入ってるから、高尿酸血症になっちゃいますし、白血病、多血症ですね、多発性骨髄腫なんかも、原因として挙げられると。で、治療としては総エネルギーを制限するところですね。あと、内服治療だったり、ただ透析患者さんの場合ですね、痛風発作を、起こすことは稀なので、尿酸が高値であっても薬物療法は行わないことが多いみたいですね。で、尿酸値が、10を頻繁に超えたり痛風発作を起こしたりする例では、アロプリノールを少ない服用薬、少ない服用薬で処方するとされております。で、普段気をつけること、これもなんとなく気づいてる方多いと思うんですが、プリン体含有量が多い植物を減らす。レバーとかカニ味噌だったり、きな粉、サバ、タイ、ベーコン、牛肉、牛タン、オイルサーディン、こんなものを減らしたり、要はアルコールを飲むのを控えてもらう、これなかなか難しいかもしれないですよね。ステーキとかも結構危険かもしれないですね、牛肉ですからね。で、尿酸が低い場合はですね、透析患者さんにおいて尿酸が低くて問題になることは稀です。尿酸に関しても結構重要ですね。お肉の摂取は控えましょう。